Hey guys, what's up? Welcome to Kanchan TV. ようこそ。 Today's episode はですね、I bought the electric grill. これホットプレート。 This was imported from Japan. ということで、日本から輸入しました。いくらかというと、こちらですね、大体約アバウトですけども、1万5000円ぐらいで、送料が込みで2万5000円ぐらい。まあ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 、どうでしょう、そんなもんかなっていう感じ。あとほら、やっぱり日本から届けてもらったから、すごい傷だらけ。あとね、普通のホットプレートはアメリカでも買えます。You can buy regular electric grill in America. Regular hot plate in America. But 私はですね、たこ焼き器、たこ焼きのプレートも入ってるので、日本から輸入したんです。本当にこことかね。これ2週間ぐらいかけて日本からアメリカに来てくれました。She came from Japan to America for 2 weeks. Let's open! どう開けようかな？逆やな。まあいいや。これね、めちゃくちゃ欲しかった。よいしょ、出た出た、ほらこれこれよ、これ。 You can buy regular electric grill in America, but I want this. これが欲しかった。これがついてなければ全然アメリカでも買える。すごいな。これもなんか持ち運びができるやん。これほら、You can bring this. すごいな、かっこいい、そこあるじゃん。わおわおわお。重さは、これだけの重さは軽い。焼肉プレートだって、バーベキュー用だ。でかいんじゃん、めちゃくちゃでかいな。そう、ビッグだな。こういう感じ？超かっこいいじゃん。超かっこいいじゃん。こういうことね。こういうことだわ。ん？こういうことだな。多分。これが蓋ね。レレレレレ。こういうことね。こっちにもできると。ハーフハーフ。ハーフハーフにもできますと。すごいやん。これでも1万5000円やったら安いんじゃないの？これもついてると。すごいやん。鉄板、たこ焼き器で、これも鉄板にもできるし、焼肉用にもできるし、ステーキも焼けるみたいな。こんな感じやな。これがようわからんな。これが水を入れるんだよな。ここに入ってある側面の段差まで水を入れてください。ここのこと？ここのことかな。ここか。ここの段差まで水入れる。こういうことかな。そうだ。うん。じゃあちょっとこれで料理をしてみたいと思います。 Let's get started。 これを向けて、今日はこの鉄板を使って料理してみようと思います。パーフェクト。今日はもちピッツァを作ろうと思います。かっこいい。あれ、この気持ちいい、このカチャっていうところが一回入れたらあかんねや。じゃあ洗いました。もちを切って、もち半分に切って、でいろいろ野菜とかも切って、ソーセージとかも切って、乗せて、
チーズ乗せて多分召し上がり。じゃーん、これあとソーセージに、ジャパニーズソーセージ、これあの残り物、あと餅、餅で、これマイおやつで、これはモッツァレラチーズ、モッツァレラチーズ、モッツァレラチーズ、え、玉ねぎ、オニオン、オニオン、オニオン、いいですか。私も初めて作りますので失敗するかもしれません。あ、でもこれぐらいのことだったら切らんでもいいような気がするけど、じゃあこれをちょっとね、ちょうどいいような気もするけど、ちょっと切ってみますわ。あ、いい感じじゃん、そんなに硬くないかも。石鹸みたい、ライカソープだわ。こんな感じ行こうか、うん、どんどん行こう。このパン用のやつ切ってみっか、一回。いい感じかも。同じやな、なんやこの形はって感じ。よし、まっすぐに切りたいねんけどな。うん、いい感じ。気をつけて、Be careful ですよ。油引いてないけど大丈夫なのかな。油引かなきゃないよね、これ。これこうすか。ダメ？あ、でもあと1個だけなんだよな。いっちゃうか。なんで1個足りないんだ？え？まあいっか。これで、じゃあこれを1個。おまけ。よいしょ。これがね、お魚のソーセージ。これね、好きなのよ。美味しい。あの、お魚でできてる。まあ、知ってるか。日本人なら知ってる。やっちゃうやつ、これがね、美味しいやつ、いや、美味しいやり方。うん、あれ、いかんかった。これ本当、これが美味しいやつ。これにマヨネーズを、そんなにたくさんかけちゃダメ。もうこれぐらい、本当にこれぐらい。チュース、チュース、チュース。合うのよこれが。火を入れよう。とりあえず200度ぐらい？わからんけど。玉ねぎ。なんか音するな。玉ねぎがちょっと傷んでしまっている。こっち系だな。これがね、こちら、こちらで切れ味全然違う。これで十分かも、半玉で十分かもしれない。使いかけのソーセージ、これね、冷凍してあったやつ、ちょっと解凍しました。パーフェクト。あとはちょっと餅が、うん、今ブレーカーが落ちて直しました。よかった、半分に切っといて。これこれぐらいの太さだったらちょっとなかなか火が通らんかったもん。あ、こっちふわふわなってきた。もうのせとくか。え、玉ねぎとか、ど、え、あ、え、玉ねぎとか、ど、え、あ、蒸す感じか、蒸す感じか。そしたらもうやっちゃおう。玉ねぎここで炒めるべきかな。え、力いる？こんな力いるやつ？なんかええ感じやぞこれ。
なんか焦げてきた匂いするけど大丈夫やんな。油引いてるから大丈夫かな。はいはいはい、ここにこれ1個丸ごと、あー、オッケーオッケーオッケー。そしてこの端っこの人かわいそうやからな。余ったなこれ、何もせっか。いやーと、ではね、ちゃんと柔らかなんのかな、このお餅。なんかこのモッツァレラチーズ、パラ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 と。 OK、 多分ちょっと水入れるわ。で、多分水をちょっと蒸す。では蒸し焼きにしましょう。これぐらいかな。ちょっと待ちましょう。いや、ちょっと楽しみだわ、楽しみだわ。いい匂いしてきたもん。アレクサ、アレクサ、1分タイマーセットして。1番目1分のタイマーを開始します。ありがとう、アレクサ、ありがとう。よかったです。うわー、いいんじゃないの、いいんじゃないの。ドラドラ、音音。よし、じゃあこれをパセリ、ドライパセリをかけて、いい感じじゃないの。どうだ、じゃーん、じゃーん。てか塩コショウ、塩コショウ何もしないけど美味しいのかな。ここかな、ここ伸びるかな。あ、いいんじゃない。ほら、にょーん、絶対美味しいじゃん。じゃあこのちっちゃいお皿にいただきます。うん、おいしい。これ塩コショウなくてもいいやっていう感じ。このお餅の甘さと玉ねぎも結構甘いし、ちょうどいい。香ばしくて柔らかくて、このケミストリーがマジック起きてるわ。マジック、マジック、ケミストリーが起きてる。熱っ。うん、このソーセージがいいね。塩コショウかけてみっか。塩コショウいらん気もするけど、ちょっとかけてみっか。ここ一点集中。うん、あお、熱っ。あー、くっついてる。もう食うないやん、ここここ。あー、こちらから具いただきます。うん、熱っ。これコショウかけた方が美味しいわ。まあパンでも、パンでもいいかもしれない。パン置いてもいいかもしれない。これコショウかけた方が絶対美味しい。なんかグラタンみたいな味になる。これ美味しい。ということで、 Thank you for watching. Please subscribe to my channel and thumbs up. Thank you. Bye. ちょっとマヨネーズかけてみるかな。あ、ちょっとマヨネーズをかけてみよう。これぐらいか。
マヨネーズ入れた方が美味しいかもしれん。このお餅とマヨネーズとケチャップとソーセージのハーモニー